日本版と韓国版の違いは？ナンバーアンダーライン I が表紙を飾るマップスの新展開に迫る。ナンバーアンダーライン I 初の海外誌表紙は韓国 BTS カメラマンを招集&予約サイトがパンク。アジア制覇へ予想を超えスタート。ナンバーアンダーライン I 初の海外誌表紙に抜擢されたとの報道がファンたちを沸かせている。平野翔27歳、神宮寺勇太26歳、岩勇太28歳によるナンバーアンダーライン I が初めて海外誌の表紙を飾ることが明らかになった。この驚きのニュースの背後には、2006年に韓国ソウルで創刊されたグローバルファッションマガジンマップスがある。韓国版の18周年を記念して5月3日に日本版のマップスジャパンが創刊される予定だが、その後の表紙にはナンバーアンダーライン I が登場するという。この表紙は3人の腰から上を捉えた寄り気味のショットで、ファンキーな柄シャツやジャージといったストリート系ファッションに身を包んだ3人のアンニュイな表情が特徴だ。しかし興味深いのは、海外誌の表紙を飾るために韓国のトップアーティストの撮影を手掛けるカメラマンパークジョーク氏が東京に呼ばれたことだ。この情報解禁とともに関連ワードがトレンド入りし、さらにスタヤオンラインの予約ページがパンクし、アクセスできない状態が続いているという。公式 X もスタヤさんからは混雑が予想されるので万全の対策をと聞いてましたが、さすがナンバーアンダーライン I ですね、予想を軽く超えてくる、パンク復旧頑張ってくださいと驚き高じりのエールを送る異常事態となっている。これだけの注目を浴びるナンバーアンダーライン I だが、彼らの実績は日本国内だけにとどまらない。彼らがフランスの高級コスメブランドイブサンローランボーテ YSL ビューティーのアジアアンバサダーに就任した際には、その影響力が突出していることが証明された。彼らの魅力は韓国でもアジアでも広く知られることを期待されており、アジアマーケットにおける彼らの訴求力に高い期待が寄せられている。しかし海外市場における彼らの成功は未知数であり、ファンたちは売れ行きの好調を心待ちにしている。それでも彼らの情熱と才能を考えると、彼らの海外での成功はほぼ確実と言えるだろう。彼らはただのアーティストではなく、エンターテイメント業界の未来を担う存在として、ますます輝きを増していくことだろう。このニュースはファンだけでなくエンターテイメント業界全体にとっても大きな意味を持つ。彼らの成功はアジアから世界への新たな挑戦を示すものであり、これからの彼らの活躍にますます期待が高まるばかりだ。彼らの海外での活動が世界中のファンにとっても楽しみな出来事であることは間違いない。このような驚きと期待に満ちたニュースに触れたファンたちは、彼らの成功を心待ちにしている。これからの彼らの活躍に目が離せない。ナンバーアンダーライン I が世界の舞台に挑戦する姿勢は、ファンだけでなくエンターテイメント業界全体にとっても大きな刺激を与える。彼らはただのアーティストではなく、エンターテイメントの新たな波を生み出す存在として注目されている。彼らの成功はアジアから世界への新たな扉を開く可能性を示しており、これからの彼らの活躍にますます期待が高まっている。このニュースを知ったファンたちは、彼らの海外での活動を心待ちにしている。彼らの挑戦は、ただのアーティストの成功以上の意味を持つ。彼らの活動が、若い世代にとってインスピレーションとなり、新たな夢を追い求める原動力となることを願ってやまない。さて、彼らの成功にはどのような要素が絡んでいるのだろうか？彼らの才能や魅力はもちろんのこと、SNS などを通じたファンとのコミュニケーションや、異なる国や文化への挑戦心も大きな要因だろう。彼らの成功は、単なる音楽やエンターテイメントにとどまらず、異文化交流や国際交流の一翼を担うものとしても、注目されるべきだ。
このような国際的な活動が世界の人々に異なる文化や考え方に触れる機会を提供し、相互理解や平和を促進する一助となる可能性もある。彼らの活動が単なるエンターテイメント以上の意味を持つ可能性は大きい。しかし、こうした成功の裏には様々な努力や困難もある。彼らが海外での活動を成功させるためには、言語や文化の壁を乗り越える必要がある。また、国際的な市場での競争も激しく、成功するためには継続的な努力と革新が求められる。彼らの成功はまだ始まったばかりであり、これからの彼らの活動にはますます注目が集まることだろう。彼らの挑戦心や才能、そして世界中のファンの支援があれば、彼らの夢はきっと実現するだろう。